Like a Hellcat。はい、どうも皆さん、こんにちは。コタポコです。今日はですね、私の好きな、ブランドの完全ワイヤレスイヤホンのご紹介と、まあ、比較レビューをさせていただきたいと思います。今日、比べるのはですね、ヌアール。はい。まあね、ものすごく高音質なね、イヤホン、出してくるメーカーなんですけども、私がね、2種類、もう商品を持っておりますので、この2つを、まあ、製品を見つつ、比較レビューとさせていただきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。今日の動画が良かったよという方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それと、高評価をいただけるだけで、僕の動画作成モチベーションがパキッと上がりますので、その辺も合わせてよろしくお願いします。はい、それではヌアールを見ていきましょう。レッツゴー。はい、それでは見ていきましょう。今日ね、比較レビューさせていただくのは、ヌアールから出ている、まずこちらですね、N10 プラス、という商品になります。そして、お隣が、N6 プロ2でございます。まず、それぞれのスペックですね、ご紹介します。まず、ヌアールの N10 プラスから、なんですけども、独自の 10mm、ダイナミックドライバーを装備しております。騒音を低減する、フィードフォワードノイズキャンセリング機能がついております。アンビエントもついております。アプト X アダプティブに対応しており、低遅延モードも存在します。防水性能は IPX の4相当、連続再生時間は約7時間となっております。で、こちらには、抗菌仕様のイヤーピースが付属しております。そして、専用のアプリがございます。変わってこちらですね。N6 Pro 2なんですけども、こちらはですね、先端素材を組み合わせた、ヌアール、ヌアールドライバーを、装備しております。アナログとデジタルのハイブリッドによる繊細なチューニングが行われております。3モードの選定が選べる外音取り込み機能がついております。コーデックですが、aptX Adaptive、そして低遅延のゲーミングモード、先ほどと同じですね、を装備しております。で、こちらはですね、イヤホン単体でバッテリーが、連続約10時間、使えます。はい。で、防水性能は、同じく IPX の4ということです。で、こちらも抗菌イヤーピースが付いております。また、専用のアプリがございまして、そちらに対応しております。はい、ざっとこんな感じなんですけども、ですね、ファームウェアの更新が2台とも入っちゃってるんで、先にちょっとアップデートする前のと、ちょっと確認してみますね。じゃ、これ、N10 プラスから。できます。そうだよね。こんな感じだよね。続いて、N6 Pro 2行ってみます。そうそう。こんな感じね。それではですね、ちょっとこれからですね、ファームウェアアップデートしますので、ちょっと時間がかかりますけども、2台ともちょっとやっていくんで、一旦止めますね。はい、アップデートが終了しました。果たしてね、どれだけ音が変わってるのか、ちょっと、2台検証してみたいと思います。じゃあ、まずまた、N10 プラスから、ちょっと聞いてみます。あ、変わってるじゃん。N10 プラス聞いてみました。次が N6 Pro 2ですね。すごいよ。
はい、両方とも、アップデート終わって、ちょっと試してみました。音がね、ちょっとね、やっぱ、2台とも変わった。うん。まずこちらのね、NR のね、N10 プラスっていうのは、今日ね、ノイキャンがついてるんですよ。でね、性能としては、ちょっと良くなってるかもしれない。中の上ぐらい、うん。か、上の下ぐらいかな、うん。それぐらいのレベルに、前よりもちょっと効いてるような気がします。はい。フィードフォワードノイズキャンセリングなんですけども、ちょっと変化がありましたね。あと、外音取り込み機能は非常に綺麗な、そのまま引き継いでいます。はい。まあ結構自然な外音取り込みですね、これは。うん。で、音質なんですけども、N10 プラスの方はですね、非常にフラットだったんですけども、低音がちょっと、底上げされたような感じがして、もともとね、持っていたね、その、なんていうんだな、こう、風がね、囁くような、そういうナチュラルな、音をしてたんですけども、そこはまあ、維持したまま、より解像度が高くなってますね。高音質になっています。上の方が非常に綺麗に伸びていきますね。かといってね、ドンシャリみたいに、ね、ちょっとチューニングが狂えばバランスが崩れて、音が壊れてしまうっていう、そういうやり方もしてないので、これは正当な、うまくいったアップデートだと思います。音場もね、結構広くって、フラットが好きな方は、これはズバリハマると思いますね。中音域、特にね、中音域の音が良くなってるかな。うん。耐水性能は IPX の4、備えておりますので、少しの運動での汗ですとか突然の雨、心配する必要がありません。続いて、こちらの N6 Pro 2なんですけども、こちらはね、ノイキャン非搭載なんですが、音がね、また変わって非常にクリア。アンビエントか。うん。こちらのアンビエントも非常に優秀ですね。綺麗に入ってきます。はい。2台ともですね、外音取り込みは非常に優秀です。で、音質なんですけども、こちらもね、低音が少しポコッと上がって、こう全体のクオリティを上げてるような、印象になりました。中音、高音、非常に綺麗で、特にこっちはね、高音、ものすごく綺麗に伸びてる。ほんとお空の向こうまで行っちゃうような。うん。で、操作もしやすくて、まあ、2台ともね、それぞれ、個別に、専用のアプリがあるんで、そこでいろいろ調整できるんですけども、僕は別にこのフラットな感じで全然いいかなと思います。基本僕ドンシャリ好きなんですけども、NR に関してはね、ものすごくね、音質が好きなの。うん。こう自然でね、ナチュラルな感じで、こう機械的に無理をしていないぐらいのレベルで、いいチューニングを施して提供しているっていうものになっています。でね、N6 のノイキャンないのって言うんですけど、もう音に没入しちゃえばノイキャンなんて関係ないんで、そこは全然心配しないといいと思います。価格も2万円以下かなだったと思うんですけど、どちらもですね、僕はおすすめします。はい。ノイキャンついてる人が、ノイキャンついてる人じゃねえ。ノイキャンついてるのがいいんだっていう方は、こちらの N10 プラスを購入されるのがいいかと思います。で、別にノイキャンにはこだわらずに、高音質なものを楽しみたいんだっていう方には、こちらの N6 Pro 2、こちらをおすすめしたいと思います。味付けがね、若干違うのよ。うん。はい、ですね、ヌアールのね、このね、N10 プラスの方は、レベル的に言うと、まあ、高音質になるんですけど、こちらの N6 Pro 2は、超高音質っていう感じになりますね。で、まあ、それぞれ価格も違うので、
私がね、レビューさせていただいた内容を参考に、もしね、していただいて、購入するっていう、購入しようかなと思っていただけたら、まあ、嬉しいなとは思うんですけども、ぬいキャンも、入れてがっつり楽しみたい人は N10 プラス。逆にノイキャンなしでも、常温にね、高温、超高音質な音を味わいたいのであれば、こちらの N6 Pro 2が、よろしいかと思います。というわけでですね、NR の、比較レビューは、以上とさせていただきます。それではまとめていきましょう。はい、それではまとめていきましょう。今日はですね、ヌアールの製品、私が持っている2機種、こちらをですね、ご紹介がてら、比較レビューをさせていただきました。結論から申しますと、私的には両方ともおすすめですね。比較レビューで述べたように、求めるものが、高音質っていうジャンルの中では、まあ、一緒なんですけど、求める細かい音質は、二つとも違うので、N6 Pro 2の方が音の粒は非常に綺麗に聞こえます。で、なんでそうなのかっていうのは、やっぱりノイキャンを入れてないんですよね。N10 プラスの方は、ノイキャンが入ってっていう形になるんで、やっぱりね、ノイキャンの影響って言えば、音質に影響するんですよ。その中で言ったら、究極ね、どっちがいいかって言われたら、僕はね、こっちの、N6 Pro 2ですね。こちらを、この2機種のうちだったら、こちらをお勧めします。はい。これはね、誰か聞いてもいいと思うし、多分、ノイキャンがなくても、全然、いいじゃんと、感じていただける商品になってると思います。はい、ということで2機種のレビューになりましたけど、何かの参考に なれば、ありがたいと思います。はい、というわけでヌアールの、検証はここまでとさせていただきます。何かね、気づいたことがありましたらコメント欄で、コメントお待ちしています。はい、今日のレビューはここまでとさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。今日の動画ね、良かったよって方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと、高評価をいただけるだけで、僕の動画作成モチベーションがバキッと上がりますので、その辺も合わせてよろしくお願いします。はい、それではですね、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。